生きていたか。久しいな、トルフィ。そなたを奴隷の身に落としたこと、いや、アシェラッドのこと、さぞ恨んでいような。デンマーク王家に刃を向けた俺が今こうして生きているんだ。あなたの配慮に感謝しています。お顔の傷、申し訳ありませんでした。陛下のお顔に傷をつけた男、トルフィン・カルル・セブニ。かつてトルケル閣下と五分の戦いをしたという男。あんなに小柄で若いとは。王に刃を。その顔では面影もわからぬが、確かに世の知るトルフィンのようだな。しかし、殊勝なことを申すようになった。4年か。もうあれから4年になるのだな。人を変えるには十分な年月だ。クヌート、農場から手を引いてくれ。できんな。事の発端はケティル側にある。ケティルの子オルマルが獣士になれぬのを恨み、我が配下10名を殺害したのだ。聞いている。だがもう十分だろう。農場側は100人以上死んでいる。働き手があんなに死んだら、もうこの一帯は立ち直れないかもしれない。降伏を勧告した上でのことだ。戦力差を見誤ったケティルに罪がある。さればこそケティル一族の処分が済むまで戦は終わらぬ。ふん、そりゃつまりこの農場を手に入れるまでってことだろ。建前並べたって隠せねえぞ。王様なんて言っても実際ただの強盗じゃねえか。その辺のバイキングの親玉と何が違うってんだ。ああ、そんなに畑が欲しけれ、自分で作ってみやがれ。土を耕して見守って育ててみろよ。そうすりゃそれを奪うのがどれだけ悪いことか身に染みてわかるだろうぜ。クヌート、お前は昔ゲインズバラで言ったよな。この地上にラクドを作る、生き苦しむ者たちのための理想郷を。まだそう思っているか。親玉か。いかにも世はバイキングの親玉中の親玉だ。世こそは帝王、北海最強のバイキングである。北欧最大の半島を滑る支配者、千の船、万の兵を率いる将なり。世の力は人知を超え、不可能を可能にする。見よ、世の力であの波を沈めてみせよう。帝王クヌートの名において波を沈まれ。見たか、そなたたち、我が力を。寄せるさざ波さえ止めることができぬ。あの波を起こしている者が誰か知っているか。
地上にラクドを築くということは、奴の定めた条理に逆らうということ、神への反逆だ。奴の定めに従っていては人間は幸福になれぬ。反逆。我らを見よトルフィン、我らバイキングを、この混乱と破壊の担い手を、恐怖の略奪者を。我らに楽園に住む資格があると思うか。だがそれこそ人間だ。罪を犯し迷い続ける人間の姿そのものなのだ。神に捨てられたこの者たちを救わねば、ラクド建設など到底かなわぬ。バイキングを救う？そうだ。この者たちを制し、御し、その力を束ね、ラクドへ向かわせることができる者は、世を置いて他にはおらぬ。力が必要だ。人間の力を束ね、神と戦うのだ。すごい男だ、クヌート。俺には思いつきもしなかった。バイキングを救うなんて。はっとっそ、この野郎。てめえがどんなでかいことやろうが、てめえの勝手だ。だが、そのために今日てめえに殺される人間は、誰が救うんだ。バイキングは力になるから生かして、役に立たない人間からは、殺して奪うのか。ラクド建設が聞いて呆れるぜ。俺はエセルレッド王に村を焼かれ、スベン王に家族を殺された。奴らにどんな理想があったかなんて知ったこっちゃねえ。もう真っ平だ。これ以上お前らの犠牲になってたまるかよ。恨むなら恨め。そなたに許されようとは思わぬ。だと、このよせ、エイナル。クヌート、改めて聞く。農場から手を引く気はないんだな。ない。ケテルの富は世の事業に必要だ。さすればどうする、トルフィン。今ここで世を殺すか。殺さぬ限り世を止めることはできぬぞ。下船の者どもにそなたの心情を明かしたのだ。よもや理解し合えるなどと思うたのではあるまいな。キャツらは哀れな羊の群れ。そなたは国王の羊飼いなのだ。キャツらを育て、間引き、皮を剥ぐ。羊飼いの仕事がどうして羊に理解できようか。支配あるのみだ。それが何より羊のためなのだ。クヌート。お前が権力に任せて無茶を通すつもりなら、
殺せ。あの男は危険だ。一頭の羊が群れを惑わし断崖へ走らせることもあるのだ。俺は殺せ。王の務めを果たせ。俺は逃げる。逃げるだけか。それだけか。他に何ができる。ここでお前と刺し違えろってのかよ。お前の言う楽度ってのは、多くの人を助けて少しの人を虐げる、そういう太刀のものなんだろう。俺にはそれがいいことか悪いことかわからないし、お前の無茶を責める資格もない。だからもう逃げるしかないだろう。エイナル、行こう。そなたは優れた戦士だ。他にも術があろう。そなたはこの帝王の前へただ歓迎をしに来たのか。そんな顔になってまで。それも無駄だった。さよなら、王陛下。と駆け引きをしたがる者は多い。罠にはめようとする者も。だが、なんだそなたは、大バカ者め。何の切り札もないのか。寸鉄も帯びず、散々殴られ、農場接種をやめろと言いに来ただけか。そんなに面白いかよ。面白い。これほどくだらない和平交渉は初めてだ。逃げるか。ああ。バイキングの中からこのような男が生まれうるのか。美しい男だ。争いを離れどこへ逃げる。ここじゃないどこかだ。お前に教えることはできない。我が藩とは広がり続けている。やがてそこにも世の力が及ぶかもしれぬぞ。逃げられるだけ逃げてやるさ。逃げる先があるうちは俺は戦わない。王の力が届かない場所にお前とは違うやり方で平和な国を作るよ。お前の作る世界では生きていけない人たちのために、お前と俺自身のためにも。世の事業の埋められぬ穴をそなたが埋めるというのか。
できるのか、そなたに。俺の力はお前よりずっと小さいんだ。あんまりでかい穴は手に負えねえ。お前がこの調子で人々を迫害し続けるなら、そのうち誰にもお前を助けることはできなくなる。お前も努力しろ。俺の仕事を増やすな。まったく口が回るようになったものだ。誰に似たのであろうな。面白い。これほど難しい和平交渉は初めてだ。世は今まで共に戦う者はそなたぐらいしかおらぬと思っていた。だが今日、新たな仲間を得た。その後、クヌートはイングランド財政を圧迫していた中英デンマーク軍に解散を命じる。最終的にクヌート直属のデンマーク人部隊はわずか16隻の艦隊のみとなった。だが危惧されたイングランドでの反乱は起こらなかった。クヌートが軍事力を手放すことでイングランドの諸侯はクヌートの信頼を知り、征服者と非征服者の関係が変化しようとしていた。良い気分だ。